チャラパルタは、キータや石を用いたバスク地方特有の打楽器。サラパルタとも呼ぶ地域もある。厚みのある一枚、または複数枚のキータの上に木鉢を上から落として、音を出す、打楽器である。チャラパルタの音は、半径 5km の範囲に響くとされ、かつては遠隔地との通信手段に用いられたとされている。必ず二人一組となって演奏され。 それぞれが長さ約10インチ、直径約1.5インチの木鉢を持つ。一方の奏者が2本の木鉢で基本的なリズムを奏で、もう一方の奏者が相方のリズムの合間に叩いて音を出す。それぞれの奏者が叩く部位が重なることはなく、二人の奏者が同時に叩くことはない。19世紀後半以降、チャラパルタは葬儀や祝祭時、小石灰の製造時、 サガルドの製造時のコミュニケーションツールとして用いられた。リンゴ酒を製造し終えた後、リンゴの圧搾に使用されたキータが隣人を呼ぶために叩かれた。その後、祝賀会が開催され、リンゴ酒を飲む間、陽気にチャラパルタが演奏された。リンゴ酒製造過程でチャラパルタが用いられたとする文脈は、しばしば牛の角から放たれた音が、チャラパルタと共に鳴らされたことを明らかにしている。 実際に、リンゴ種とサガルドテギは、我々が、直接知るチャラパルタにとって、唯一の伝統的な文脈である。また、死者が出た時にもチャラパルタで、遠隔地に伝達された。同様の背景は、チャラパルタと同じく、バスクの民族が楽器であるキリコケタにも適用される。キリコケタはリンゴをすりつぶすために使用された。数千年にわたって、 チャラパルタがこの方法に用いられていたと主張する人もいるが様々な推論があるにもかかわらずその起源は謎に包まれたままであるとてもよく似た楽器としてルーマニアのトアカやギリシャのセマント論もやはり人を呼び出すのに使用されていたカトリック教会と東方正教会が分裂する前一般的なキリスト教の祈りとチャラパルタを関連づける解釈もある10世紀まで キリスト教の教会でベルは使用されなかった。1960年代までチャラパルタ奏者は現象の一途をたどった。1960年頃にチャラパルタ奏者はわずか二組四人しかいなかったとされるが、その後バスク民族主義が復興する過程で伝統楽器が見直され、一躍脚光を浴びるようになった。ギプスコア県産セバスティアン近郊のエルナニに、 エルナニ・チャラパルタ学校が設立されて以降、1980年代まではい世代の間で、チャラパルタは着実に拡大し、バスク地方外に進出した。1987年にはエルナニでチャラパルタ祭りが初開催され、楽器への興味に加えて、新鮮なトレンドの見本誌として機能している。1990年代やそれ以降には、エルナニ・チャラパルタ学校などから、 新たな演奏者が生まれた。さらに、バスク地方全土に新しいチャラパルタ学校やワークショップが設立され、特にエルナに、アライア、イルンの3自治体にあるチャラパルタ学校の質が高いとされている。現在では、1人前のチャラパルタ奏者は60人を超えるとされる。木以外に鉄、石、ガラスなどを用いるようになり、和太鼓など多楽器との共演も試みられている。 チャラパルタの演奏者は、チャラパルタリアクと呼ばれる。1980年代以降には、何組もの著名な演奏者が生まれている。アリゴリアが出身のホス・ゴイリは、演奏にとても神秘的なアプローチを導入し、話題を読んだ何冊かの書籍を出版した。1980年代におけるもう一組の重要な演奏者は、アスペレナ出身のヘルラ、ベティ、ペルディ、ルベンであり、彼らは、 チャラパルタに新素材の導入を試みた。1984年以降、トマス・サン・ミゲルはヘルラ・ベティと共にピアノアコーディオンのデュオを組んで演奏している。1994年にはアルバムデスオを発表して賞賛された。1996年にはテン、2005年にはダントクサとさらに2枚のチャラパルタのアルバムを発表しており、 これらは三部作としてまとめられている。断徳サでは、マイカとサラのゴーメス姉妹からなる、スウィングデュオのトテクナックが、ヘルラベティからスティックを引き継いだ。8人で構成されるトゥタクンパは、2003年にトゥタクンパというアルバムを発表した。彼らは、木と石でできたチャラパルタを、マリア・セネガルなどのアフリカの様々な打楽器、歌、要素と組み合わせている。 フェリペと今ノルのウガルテ兄弟は1990年代初頭にチャラパルタの演奏を始め、兄のフェリペは弟のウガルテを指導して、すぐにストリートやフェスティバルでの演奏を開始した。下季にサンセバスティアンのブールバール通りで演奏することで知られており、何度か世界中で演奏旅行を行ったほか、自身のレーベルから2枚のアルバムを発表している。 オレカ TX は1990年代末からケパ、フンケラのバンドに加わって、コンサートやアルバムに参加し、取引者や他の民族楽器との合奏を行っている。2006年には、世界中を旅する演奏旅行の様子を記録した、ドキュメンタリー映画、遊牧のチャラバルタバスクマボロシの伝統だ楽器奏者、オレカ TX の旅が公開され、 サンセバスティアン国際映画祭の死刑衣装特別な視点部門やダーバン国際映画祭の審査員、特別賞など世界中の映画祭で8部門にノミネートされて7部門を受賞した。オレカ TX は2000年と2013年に日本を訪れて講演を行っており、日本スペイン交流400周年記念イベントの一環として開催された2013年の コンサートでは泣イタ奏者のカルロス・ヌニエスやフラメンコピアニストのピーリ・リッカルド・ミーニョと共に講演を行った。ありがとうございます。